報酬院は戦国時代の女性。山内盛豊の妻、山内和豊、安豊の母である。報酬に生誕地とされる、羽黒城市、山内盛豊と、次男、重郎の墓、報酬院は、羽黒城市梶原市出身であるとされている。他に、オワ国二宮市の出身とも言われるが、これは明らかになっていない。 森豊との間に四男三女があったとされる。このうち長男は創生、次男は夫と共に岩倉城で戦死し、三男の和豊は母や姉、弟妹ともども逃げ落ちている。その後報酬院は子供たちと共に大見国うかのの長野家に身を寄せた。この長野家は有原の成平の公営とされ、御所役業に関連する職務を行っており、 武家が干渉することもないとの配慮からであるという。和豊ヨがこの地で母と同居していたかどうかは不明だが、ある時一家がここにかくまわれているとの噂が流れたため、長野家は急法を受け、厳重に警戒するように促されている。また、同じ頃長野家で近くの子女に裁縫や行儀作法を教えており、その死女の中に後の検証員がいたと言われている。男の出世は、 妻次第であると考え、良い娘を目取らせたいと考えていた報酬院は、後に検証員と呼ばれる、この娘を風豊に目合わせた。長野家には、今も、報酬院の保護書や、まな板代わりに愛用した一生マスが保存されている。他にも、名場購入の話は、実は検証員ではなく、この報酬院が金子を与えたとも言われ、報酬院伝言書書。 長野家遺書書にはいずれも母君が黄金を与えたと、ある。滋賀県米原市ウカノの報酬院の墓、報酬院は、和豊が長浜城主であった、天正14年7月17日に長野家で病死したと言われている。現在、長野家には、報酬院縁が積み大元大使の遺廃があり、墓所は、ウカノにある。一方で、天正十八年死去説、また長浜で死去して、 養蜂寺に埋葬され、後に養蜂寺が土佐に移された際に遺杯を安置したという説もある。その後お産内課では、その存在が忘れられていたが、完成2年に土佐藩から藩士、馬爪梵之介を派遣して二度調査を行い、長野家に対して保護を加えることとした。馬爪はこれに関して、当主の創生が祖先の墓所を粗略にしたためであると聞かされ、 大江にその墓所があることを聞いてやってきたと返答している。当初は彦根藩屋と佐藩からの紹介もなく、長野家も当枠したが、後に彦根藩の領海を取り付けた。後に長野家は永代出録も受け、これは明治の廃藩地県まで続いた。大正時代にも、 歴代後期の編集委員により調査が行われているが、その時は一部所持品が当時のものではないとされている。また、土衆様ご墓所に不所管類重機によると、ウカ野の墓所では、毎年6月末日に子供たちの掃除が行われ、7月13日には生、玉迎えと呼ばれる迎え日、15日夕方には生、玉送りとして同様の送り日が行われていた。 この墓所は、開影六年までは、東西五県半、南北七間の敷地に墓石を置いたものであったが、その後の整備によって、石積みの木段に玉垣を巡らせたものとなった。しかし、土佐国で作られていた墓石は、大波でさらわれたため、その時は大石のみの竣工にとどまった。さらに、明治十五年には、旧土佐藩士浜田玄之助の信玄が、山内公社下に届き、 木製の玉垣と三つ、柏門が入った門扉が新しくされて、平成九年には初めて宝鏡院等が載った。天正十八年没の遺説あり。これには諸説があり、落城の際には重労のみが討ち死にし、森豊はその後戦死したとも言われる。和豊の妻賢章院も、まな板代わりにまっすを用いている。ありがとうございます。